俺の名前はオレンジブロッサム直樹、47歳。パチンコパチスロで生計をギリギリ立てている、いわゆる俗世間一般でいうところのパチプロ、いやパチンカスだ。って言ってたのも昨日までのこと。何のことだって？まあ聞いてくれよ。こんなご時世だ。君を着てれず、人生何が起きるかわからない。2020年、世界中で起きてしまった未曾有の事態。飲食店や観光業界が軒並み倒れていく中、もちろんパチンコ界隈も多大なる影響を受け、俺が稼がせてもらっていたマイホールもことごとく閉店。しかも今は厳しい出玉規制だらけで、昔みたいに稼げない世の中になってしまって、どうにもこうにもしどろもどろしている中、ひょんなことからとあるホールで出会った怪しい黒ずくめの初老の男から勧められたある薬を飲んだことから俺の人生が一転するって話だ。何でもその薬を念じながら飲むと自分が良かったなと思える時代にタイムスリップできるというまか不思議な飲み物で、もちろんパチンカスの俺は爆裂連チャン期がはびこっていた90年代初期、いわゆる良き時代にタイムスリップしたのだが、この薬ってのが厄介なことに、飲んだその時から俺がこの世で1日生きるたびに寿命が1年縮んでしまうという代物。おまけにこのじいさん、俺に100万円貸し付けやがって、1ヶ月以内に必ずその現金を倍にして帰ってこいと。約束通り戻ってきたならば解毒剤と若返りの薬を与えましょうってな、むちゃくちゃな話でと、長々と喋ってる暇はない。俺の1日は1年なんだ。そうこうしているうちに寿命がどんどん縮んでしまう。さあ今日もタイムトラベルギャンブラーとしてがっぽり稼いで、さっさと200万円手に入れてじいさんに倍返した。俺が当時よく通っていたホールはいくつかあって、昨日に引き続き今日もラッキーに朝から並んだ。もちろん当時は今みたいに入場整理券なんてものはなく、並び順での入場、並び順入場だけに押し合いへし合いなんて当たり前。俺なんか当時外店の軍艦マーチが流れた瞬間に後ろから突き飛ばされて、店のガラス戸に顔面を強打、鼻血を流しながら目当ての台にも座れず、案の定ストレートで10万負けっていう苦い思い出もあったりする。このラッキーというホールは一癖も二癖もあるいわゆるアウトローな常連の客たちがゴロゴロいて、ああでもないこうでもないと前日の状況を話し合っている。今の俺は当時とは見た目も年齢も違うわけで、当時仲の良かったっていうか、よく話をしていた常連客たちは全く俺に気がつくわけもなく、1のグループは昨日は11番が出たから今日は1番か21番が出るだろうと、まさに昨日11番台に座って爆笑した俺をジロジロ見ながら、風俗嬢の紐、通称ヒゲが喋りかけてきた。お、なんや兄さん、また今日も来たんか。昨日は投げ出しとったら駅なっとんやろ。まあでも2日連チャンってうまい話はそうそうないで。そう、さっきヒゲが言ってた通り、このラッキーってホールは台番号の下一桁が紐付けされてグループごとに出たり出なかったりといった傾向。まあオカルトなんだが、そういった流れがよくあるので、前日の状況を見てその下一桁の良きグループに座れるのか、もしくはどん底の悪いグループに座ってしまうのかは、朝一の入場で目当ての台に座れるかどうかが鍵となる。で、立ちの悪いこのヒゲは開店と同時に平然と後ろから他の客を突き飛ばして自分の目当ての台、そして彼女の台を並びで2台、受け皿にライターを入れて確保してしまうようなやつだ。もちろんこいつは紐だから軍資金は彼女の財布から引っこ抜くシステムだ。で、2人して全く出ない日は彼女が先に帰り仕事で金を稼ぎ、また翌日にその金でパチンコパチスローを打つ。結局こいつらも俺と同様究極のパチンカスなのだ。きっと今日もこのヒゲは誰かしら突き飛ばして台を確保するだろう。そして何食わぬ顔で彼女の稼いだ金でパチンコを打つ。このヒゲの横暴さに当時から腹を立てていた俺は、開店同時の軍艦マーチが流れた瞬間、ドーン突き飛ばしてやった。ピターン、ヒゲが店のガラス戸に顔面を強打し、ひっくり返ってやがる。ざまあ見ろだ。約30年ぶりに司会してやって、ずいぶん気持ちがよく、朝一の大確保ができた。もちろん俺が座ったのは、昨日に引き続き爆裂機種アレジン。台番号は、昨日全く出ていなかったヒゲの台、10番を確保した。というのも、ラッキーの癖というのが他にもあって、この日よく出た台の両隣は、翌日大爆発する傾向にあるのだ。で、やはりこの10番に座り、昨日の仇を打ちたかったんだろう。ヒゲは顔面を抑えながら遅れたアレジの島に到着するもすでに満席。ギロッと俺を睨んできたが、俺が突き飛ばしたって証拠もないし、言われる筋合いもないってなわけで、俺は何食わぬ顔でアレジを打ち出した。結局ヒゲはアレジに座れなかったので、裏の島の CR 大工の源さんを彼女と並びで打つのだが、
さて、なぜ突き飛ばしてでもアレジンを打ちたいかというと、アレジンといえばやはりモーニング機能だ。アレジンの朝一出目731、この朝一出目を拝むために皆血眼になって争奪戦になるのである。アレジンのモーニング機能っていうのは、電源を入れると出目が731になるのと同時に8分の1の確率で天国スタートとなる。当時はホールの仕込みでパチスロにモーニングを入れて朝からビッグボーナスを引かせるってのは当たり前だったが、アレジンが醸し出す朝一天国状態での爆裂連チャンの破壊力はパチスロのモーニングなんて比ではなかった。朝一から天国状態の台を引いた時は投資500円で10連チャン20連チャンなんて光景もザラにあったのだ。故に朝からアレジンの島が争奪戦満席になるのはどのホールでも当たり前の見慣れた光景なわけだ。このラッキーにはその後アレジンの後継機エキサイトやアレンジマンといった爆裂連チャンが導入されるのだが、こいつたちもモーニング機能は搭載されていた。早起きは三文の得というが、まさにこのアレパチシリーズは何万円の得だったのだ。まあこのラッキーは朝から常連客がたくさんついていたホールだったので今から言うことはできなかったのだが、アレジンの天国状態というものはリーチの集中で簡単に見分けることができてしまうので、この台はないなと思ったら鍵歩きで隣の台に移動するということも可能だった。なのでラッキーが定休日の時は郊外店の人気のない寂れた客の少ないホールなんかに出向き、激渋く議長制のアレジンのモーニング狙いなんかもしたりしたが、まあデジタルが回らないのは当たり前で。と俺の10番台投資500円目、よい来た、早速731の出目から778のリーチ、よい、そして立て続けに773、771とリーチ。これは昨日に引き続き投資500円でモーニングゲットですか、悪いねヒゲさん。とデジタルを回す、よい776、あれもう揃ってもいいけどって揃ったと思った次の出目がアレジンではお約束の888。アレジンは1から7の奇数揃いじゃないと大当たりではない。逆に8が朝1から揃うだなんて幸先が悪い予感しかない。と案の定10番台はそこから全く鳴かず状態。俺はひたすら500円玉を玉貸し機にぶち込むツッコミマシンと化していた。テロンテロテロン、12番台が朝からバンバン連チャンをかましやがる。22番台、32番台も同じく大当たりの連発で、これもお約束。2番台に座る常連客の右翼の会長だけ沈黙状態。どうも右翼の会長がまたがるラクダは朝一が弱い低血圧なラクダのようだ。と俺もそんなことを言ってる場合じゃない。俺のラクダもずっと眠ったままだ。気がつけば昼の12時、ラクダに食わせる投資金額はすでに5万5000円に達していた。アレジンはデジタルが回るスタートチャッカーを通過しても払い出しの昇級がないため、投資金額のスピードも爆裂だった。約40台ほどあるアレジンの島はドルバゴタワーの山。そんな中大当たりを出していないのは俺と2番の右翼の会長だけだ。そして案の定、右翼の会長は店員呼び出しのボタンを押して店内に響き渡るほどの怒号で文句を言う始末。まあなんと大人げない。当時若かった俺はこの光景をいつも見て内心ビビっていたのだが、今こうして改めて見ると何とも情けない光景である。ギャンブルなんて当たるも八卦、当たらぬも八卦じゃないか。気長にやっていこうぜ。てな俺も気がつけば大パンをする始末。ああもうみんな結局パチンカスなんだ。と少し休憩でもするかと食事中の札を立て他の島を見て回ったその時だった。なんとヒゲとその彼女である風俗嬢がドル箱の山を築いているじゃないか。アレジンに座れず泣く泣く座った。そうCR 大工の原産で二人とも核変を引きまくり爆裂連チャンをかましていたのであった。そんなヒゲとメガイ、ヒゲが得意げに喋ってきた。兄さん、10番台、アナウンス全く聞こえんけど、もしかしてまだ当たる一回も来へんのんちゃうの？ははは、よかった。兄さん、悪いとこ座ってもうだな。いやいや、ヒゲさん、これからだ。アレジンには一発逆転の夢がある。まあ、昨日の勝ち分全部使わんよう頑張ってや。そう、ヒゲの言う通り。俺の目の前のラクダはその後15時までうんともすんとも言わなかった。だが運命の瞬間がここに来て訪れるのだ。投資まさかの9万円目、久々のリーチだ。お、連続、テロンテロテロン、来た、念願の大当たりだ。とラクダの羽が開き、その V ゾーンにめがけて玉を入れるが、ことごとく V ゾーンを弾く銀玉たちで、昨日同じような光景をはためで見たまさかのパンク。
9万円使っての出玉ゼロには正直心が折れてしまい、しかも単発という最悪の結果で、俺はその10番台に別れを告げ、一発逆転を狙ってとはいかず、憔悴しきった面持ちで羽物のビッグシューターやフライングカーペットなんかをやっては1回も当たらずで5000円使ってしまい、本日はこれにてゲームオーバー。パチンカスの慣れの果てだ。はあ、俺の命が削られていく。でフラフラになりながら店を出ようとしたその時だった。はい、出ました。本日アルジン絶好調、10番台スタート。え、10番台と、俺は恐る恐る10番台を見に行った。すると遠目に座っていたのはあのヒゲだった。大工の源さんの連チャンが終わって流した余り玉で座ったんだろう。昨日の俺がしたようにお座り一発を逆に決められてしまった。ヒゲがこちらを見てにやりと笑いながら口が動いた。その口元は確かに倍返しだと言っていた。本日の収支、投資9万5000円、回収0円。黒服の男への返済金額200万円貯まるまで94万5500円。薬の副作用で命が尽きるまであと28日。俺はこのまま生きて帰れるのか。オレンジブロッサム直樹のタイムトラベルギャンブラー期間は続く。